空海は四国に四国八十八カ所霊場の他にも数多くの足跡を残しており、それらは番外霊場として人々の信仰を集めてきた。それらの番外霊場のうち20の寺院が集まって、1968年に霊場として創設されたものが四国別格二十霊場である。四国八十八カ所霊場に四国別格二十霊場を加えると108となり、 人間の108本能と同じになることから、煩能を滅するのも良しと、両霊城を合わせて参拝することを進めている。農協掛け軸三陰四国八十八カ所霊城の、巡拝者が立ち寄ることが多い寺社や修行場や霊石で、伝説や、成立の演起や、本尊の遺徳本税に、空海との関わりが深いところが多い。また、位置的にも、 同霊場の変路道沿いにあったり近接しているものが多く同霊場以外でそれらの自社や霊石を総じて番外と呼ぶようになったとされる。英古性水があり定義も定まっていないので数は特定できないが200、近くとも300近くはあると言われている。農札同霊場と四国88カ所霊場を合わせて巡配する場合同霊場の巡配を終えて 改めて東霊城をめぐっても、東霊城の巡配の道中に立ち寄りながら、一緒に巡ってもどちらでもよい。また、最近は東霊城を先に巡配した後に、東霊城を巡ったり、東霊城だけを巡配するものも出てきた。ただ、歩きでの遍路道が、自然災害ややぶかで、歩行困難になり車道歩きを余儀なくされるところがあったり、車での巡配の場合、 山頂近くにあるため冬場は雪で困難になるところもあるので事前に情報を得る必要がある。なお、車変路ならおおむね4日で、熟練車は3日で一巡できる。東霊城は、おさめ札の色は順配回数で変わるのではなくて、一般は白、洗脱は黄、県中洗脱は緑、中洗脱は赤、県大洗脱は銀、大洗脱は金、特任洗脱は 二式となっている。また、寺院内り念珠玉を各寺院で一個ずつ集めて二十一個揃ったら片手念珠を作れるというのがある。東霊城の全二十家事をめぐれば、決丸となり、その後、五霊参りとして、和歌山県の高野山にある、総本山混合鳳寺または、京都府京都市南区にある当寺のどちらか、または両方に参拝をし農協を行う。また、 万願賞を優勝で、どの札所寺院ででも作ってもらえる。なお、五礼参りは定められているものではないが、正規の農協調などには五礼参りの校が設定されているので参拝するのが一般的である。東礼場には選達制度があり、東礼場を順配先導して、交流に寄与せし者を人従職の推薦により、申請し、審査が行われた後、階級に応じた、 霊六を収め毎年秋に行われる、選抜会に出席して、公認選抜の資格を得、また、各階級に昇進する。また、小学生以下の児童には、子供選抜、中学生以上で、満20歳未満には、純選抜がある。なお、研修会参加というのは、選抜研修会や、霊場会の招集する特別な行事の参加のことで、その証として、シールをもらえ、 一回につき令状順配一回分の昇進条件に相当する。今回の改正により初めての順配からの累計が認められるようになったので、若い時や余裕のある時期に多く順配しておけば、後年その順配回数が昇進時に有効になる。現在の令状会役員は以下の通り、任期は3年で令和3年6月1日より、 令和6年5月31日まで空海が42歳の役年の時に四国を巡釈したとされる年から1200年目の2014年を四国霊場改装1200年とし、その年に記念法要や古会長などの行事を行った。行事のうち仏像拝観の内容の未期する一番大戦寺、ら、二番道学寺、三番慈源寺、七番水豆寺、で八番江徳寺。 十五番、橋倉寺、本坊の大師像のご会長。十七番、神の字、大師像のご会長。二千十六年一月一日から二千十七年十二月三十一日の間、盆地シールを納協した人に、各札所で無料配布し、また、それを貼る大紙を有料販売した。二千十八年一月一日から二年間の予定で、金色盆地産毛を農協した人に、 各札所と京都、当時で配布され、さらに、高野山、今後を峰寺でも1年間の予定で配布され、同年7月5日から11日まで当時で、2019年6月7から9日まで、高野山でで会長が模様された。また、令和3年元旦からは、工房大師生誕1250年記念として、木製見陰を有料で配布している。 四国別格二十霊場開港人選脱規則、令和元年十一月七日交付、四国霊場を改装千二百年記念百八、煩悩消滅の旅お大師様の同四国別格二十、霊場巡杯案内現地各自で配布パンフレット。ありがとうございます。